じゃーん。皆さんこんばんは。LC スナップです。皆さんこれちょっと端っこを切ったりして開けるときに、思いっきり失敗してる人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、開け方をちょっと伝授しようと思うんで、見てればわかると思うんですけど、見ていただきたいなと思います。まあ皆さんこういうところからこう端っこ切って、今切んないですけど、もったいないんで失敗するのも切ったらこう、端っこだけ切れちゃったよっていう状態になってると思うんで、これを、この帯のところを使って、ここに帯があるんで、これをなんとか利用したいんですよね。これ本当はここからこうやって開けたらいいんですけど、開けないんで、端っこここから切りたいなっていう感じなんですよね。で、まずこの帯使った時にここから切っちゃうと、これもまた失敗しそうなんですけど、最初にここ端っこ、帯のところだけ切ってもうまくいく時あるんですけど、ここに一回切り目を入れといて、この帯が中心にいるんですけど、帯が中心にいて、帯の中心よりもちょっと右側、裏側ですね、これが表で、LC スナップです。で、裏がこうなってて、中心に帯がいるんですよね。で、それよりもちょっと右側、折れてる側じゃなくて、反対側のこっち側のちょっと右側を切れ目入れとくんですよ、こうやって。で、切れ目入れといて、で、帯の端っこを切っていく、こうやって。そうすると、こう、開いてきますよね、こうやって。で、開いていくけど、切れ目入れてるんで、ここで切れ目のところで下に降りれるんですよ。なので、ここで下に行くとこうまっすぐ行けるんで、こう開くようになります。これで純子も美味しく食べれる。はい、どうぞ。以上です。